はい、皆さん、アナソヤコンコン TV です。今日はこのエゴマの葉っぱを使って美味しいエゴマキムチを作ろうと思っています。韓国語だと厳にキムチです。もちろん作りたても美味しいですが、熟成させてから食べても美味しいですよ。僕のおすすめは作ってから5日以内で食べることをおすすめします。あとエゴマのキムチの素、これがとにかく美味しいですので、この素を使って山椒をちぎって調理器サラダを作ってもとても美味しいですし、あと豆腐ですね、豆腐も油でカリッと焼いて上にこの素をかけるととっても美味しいので、せっかくなので今日全部作ってみます。それでまず厳にキムチを作りに行きましょう。レッツゴー。材料を紹介します。エゴマの葉っぱ80枚、細かく切った万能ネギ1袋、みじん切りにした玉ねぎ1/2個、醤油大さじ5と薄口醤油大さじ5、薄口醤油を持ってない方は普通の醤油大さじ9を入れてくださいね。刻みにんにく大さじ1、粗めの粉唐辛子大さじ3、オリゴ糖大さじ4。韓国では梅エキス使うんですが、日本の皆さんは持ってない方が多いので今回はオリゴ糖だけで作ります。梅エキスを持ってる方はオリゴ糖大さじ1と梅エキス大さじ5を入れてくださいね。ごま大さじ1、お酢大さじ1。このお酢はエゴマの葉っぱを洗うときに使います。水 200ml。 まず最初にエゴマの葉っぱの茎の部分を1センチぐらい切ります。お酢を入れて洗うと汚れがきれいに取れるんですよ。洗ったらザルに出しておきます。キムチの素を作っていきます。キムチの素の材料全部入れてよく混ぜます。これでキムチの素が完成です。保存用のタッパにキムチの素とエゴマの葉っぱを入れていきます。タッパの下にキムチの素を入れて、葉っぱ2枚とその上にキムチの素をかけて入れていきます。今回作ったキムチの素のタレはエゴマの葉っぱ80枚から100枚まで作れる量ですよ。残ったキムチの素に砂糖大さじ1/2とごま油大さじ1を入れて2品を作っていきます。皆さんの好みで味を調節しながら入れてね。山椒を手でちぎってドレッシングとして食べてくださいね。どんなサラダでも相性抜群ですよ。美味しい。
水分を切った木綿豆腐を焼いていきます。お酒のつまみにも最高ですよ。はい、できました。エゴマキムチとキムチの素で作ったチョルギサラダと豆腐をこれで食べていきます。まずエゴマのキムチですね。うまっ。米豆腐です。あとエゴマのキムチの素で作った豆腐、この定食本当に美味しいです。うん、はい、すごく美味しいです。このエゴマのキムチの素を作っておけば、エゴマのキムチとチョルギサラダ、あと豆腐のタレ、何でもできるので皆さんぜひ作ってみてくださいね。はい、皆さんいかがでしたか。ケンニキムチ、エゴマのキムチ、はい、とっても美味しいです。これはパッドード米泥棒ですね。あとこのキムチの素すごく美味しいので、これを使っていろんなサラダとかいろんな野菜に入れてかけて食べても美味しいですよ。おかずがない時はこのケンニキムチだけあっても米はたくさん食べるそうですね。それで動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のレシピも楽しみにしてくださいね。どうもだよ、コンコン。